合理的の経営。現代における事業界の傾向を見るに、まま悪徳重役なる者が入でて、多数株主より委託された資産を、あたかも自己専有のもののごとく心得、これを自ま,まに運用して、私利を営まんとするものがある。それがため、会社の内部は一つの福間伝と貸し去り、 講師の区別もなく、秘密的行動が盛んに行われるようになっていく。誠に事業界のために通担すべき現象ではあるまいか。元来商業は政治などに比較すれば、かえって秘密などということなしに経営していかれるはずのものであろうと思う。ただ銀行においては事業の性質として、幾分秘密を守らねばならぬことがある。 例えば、誰に何ほどの貸し付けがあるとか、それに対してどういう抵当が入っているかということは、特技上、これを秘密にしておかねばならぬことであろう。また、一般商売上のことにても、いかに正直を主とせねばならぬとはいえ、この品物は何ほどで買い取ったものだが、今これこれに売るから、いくらの利益のあるというようなことを、 わざわざ世間へ触れ回す必要もあるまい。要するに、不当なることさえないならば、それが道徳上、必ずしも不都合の行為となるものではあるまいと思う。しかし、これらのこと以外において、現在あるものをないといい、ないものをあるというがごとき、純然たる嘘をつくのは断じてよろしくない。ゆえに、正直証明の商売には、 秘密というようなことは、まずないものとみてよろしかろう。しかるに、社会の実際に調すれば、会社においてなくても良いはずの秘密があったり、あるべからざるところに指示の行われるのは、いかなる理由であろうか。要は、これを重役にその人を得ざるの結果と断定するに躊躇せぬのである。しからばこの過言は、 重役に適任者を餌へすれば、おのずから絶滅するものであるか。適材を適所に使うということは、なかなか容易のものではなく、現在にても重役としての技量に欠けた人で、その職にあるものが少なくない。例えば、会社の取締役、もしくは監査役などの名を変わんがために、召喚の手段として名を連ねている。 いわゆる虚栄的重役なるものがある彼らの浅はかなる考えはいとうべきものだけれどもその希望の小さいだけにさしたる罪悪をたくましゅうするというような心配はないそれからまた好人物だけれどもその代わり事業経営の手腕のないものがあるそういう人が重役となっていれば 部下にいる人物の善悪を識別するの能力もなく、帳簿を遮つする鑑識もない。ために知らず知らずの間に部下の者に謝られ、自分から作った罪でなくとも、ついに救うべからざる窮地に陥らねばならぬことがある。これは前者に比すると、やや罪は重いが、しかしいずれも重役として、 故意に悪事をなしたものでないことは明らかである。しかるに、それら二人のものよりさらに一歩進んで、その会社を利用して自己の永達を図る踏み台にしようとか、利欲を得る機関にしようとかいう考えを持って重役となるものがある。核のごときは実に許すべからざる罪悪であるが、それらのものの手段としては、 株式の相場を釣り上げておかぬと都合が悪いと言って、実際はありもせぬ利益をあるように見せかけ、虚偽の配当を行ったり、また事実払い込まない株金を払い込んだように装いて、株主の目を満着しようとするものなどもあるが、これらのやり方は明らかに詐欺の行為である。しかして彼らの悪手段は、 未だそれくらいいに手はつきないその極端なるものに至りては、会社の金を流用して投機をやったり、事故の事業に投じたりするものもある。これではもはや窃盗と選ぶところがない。筆胸するにこの種の悪事も、結局その局にあたるものが、道徳の収容を欠けるよりして起こる弊害で、もしもその重役が誠心誠意、 事業に忠実であるならば、そんな間違いは作りたくも作れるものでない。自分は常に事業の経営に任じては、その仕事が国家に必要であって、また道理に合うするようにしていきたいと心がけてきた。たとえその事業が微々たるものであろうとも、自分の利益は少額であるとしても、国家必要の事業を合理的に経営すれば、 心は常に楽しんで事に任じられる。故に世は論語をもって商売上のバイブルとなし、孔子の道以外には一歩も出まいと努めてきた。それから世が事業上の見解としては、一個人に利益ある仕事よりも多数社会を益していくのでなければならぬと思い、多数社会に利益を与えるには、その事業が堅固に発達して、 繁盛してゆかなくてはならぬということを常に心していた。福沢王の言に書物を記してもそれを多数の者が読むようなものでなくては効能が薄い。著者は常に自己のことよりも国家社会を利するという観念を持って筆を取らなければならぬ。という意味のことがあったと記憶している。事業界のこともまた この断りに他ならぬもので、多く社会を益することでなくては、整形な事業とは言われない。仮に一個人のみ大富豪になっても、社会の多数がために貧困に陥るような事業であったならば、どんなものであろうか。いかにその人が富を積んでも、その幸福は継続されないではないか。ゆえに、 国家多数の富をいたす方法でなければいかぬというのである。